船氏は、船を、死の名とする虎え人系の士族。本拠地は、河内国多寺被群の中里と推定され、野中寺は、宇治寺とされている。日本書紀によると、金明天皇14年7月、天皇が、楠すのきがりぐに行行した際に、蘇我大臣とメスクネは直を受けて、大達寺を派遣し、船の布を数え、記録させた。この時、王達寺を船の司とし、 船氏の姿勢を授けた、現在の船の村寺の祖先である、とあるのが、船氏の資料における書室である。一族に、水古天皇16年6月の随死、廃生生の来日時に、中富の宮知連をマロらと共に、手の平客となった船氏大平ら、同17年に、南馬首都徳マロと共に、九だらからの漂流像の集団を尋問するために、 筑子田財布に派遣されたという船志流がおり、光玉天皇四年の木の富の変の際に、船志エッサカは家中の蘇が帝より、国旗を取り出して、中の大江の王子に献上している。日本の宝召集の祖である道明は、エッサカの子に当たる。一方、先週大語墓碑に見える、船大語は、首聖であり、これらの一族とは別に考えるべきだとする説もある。船志氏は、 天武天皇12年10月に村寺を賜物、組みされており、奈良時代には多くの下級官人を輩出している。神語慶運4年3月、聖徳天皇が、湯吉の宮に行行した年に、船氏を含む藤井氏、辻氏、文氏、竹氏、倉氏の男女230人が歌書に奉仕し、天皇は、褒美として、聖婦に千断、麺50トンを与えている。 一族の船野村寺井堂は、藤井連動医と共に、延暦十年一月に創業し、道井は、宿根の生を、今道ら八人は、宮原宿根の姿勢を授与されている。その一方で、新先生四六、右京書主げるには、漢野、阿尊道祖、大野郎、王三世、孫敏人君の後なり、摂津国書主げるには、漢野、阿尊道祖、 ダイヤ領の後なりとする船の村寺も存在している。ありがとうございます。